どうもゴジラボーイズです。お願いします。 ありがとうございます。今スペースチタニウムの破片をいただきました。ありがとうございます。こんな何本あってもいいですからね。一番いいですからね。ねえ、ありがたいですよ。まあいきなりですけどね、うちのおかんがね、好きな怪獣がいるらしいんやけど、あ、そうなんや。その名前をちょっと忘れたらしくてね。怪獣の名前を忘れてもうてどうなってんねんそれ。でもまあいろいろ聞くんやけどな、全然わからへんねんな。わからへんの？いや、ほな俺がね、おかんの好きな怪獣ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたかってのを教えてみてよ。あの、首が3本で大きな羽が生えてるやつやって言うねんな。キングギドラやないか。その特徴はもう完全にキングギドラやがな。キングギドラな、すぐ分かったもん、こんなもん。でもちょっと分からへんのやな。何が分からへんのよ。いや、俺もキングギドラと思うてんけどな。いや、そうやろ、おかんが言うにはいつもちょい役だって言うねんな。あー、ほなキングギドラと違うか。キングギドラがちょい役でええわけないもんね。そやねんな。キングギドラはね、ゴジラシリーズでも超人気の怪獣なんよ。そやねな、キングギドラ側もね、ちょい役なんて言われたらそら死んないよ。そやねん、そやねん、キングギドラ強いもんやから。ほなキングギドラちゃうわなこれ。そやねん、ほなもう一度詳しく教えてくれる？なんであんなに全身が金ピカなんかわからんらしいねん。キングギドラやないかい。全身金ピカの怪獣言うたらキングギドラに決まっとるよ。まあね、ほんであれよ、撮影前は青かったけど金星から来た怪獣やから急遽金色に塗り直されたんよ。俺は何でもお見通しやねんから。キングギドラやそんなもん。わからへんねん。でも何がわからへんのこれで。俺もキングギドラと思うてんけどな。そうやろ、おかんが言うには恋愛映画に出てきても全然いいって言うねんな。ほなキングギドラちゃうやねんか。恋愛映画でキングギドラ出てきたらロマンチックな雰囲気が台無しやねんもんね。キングギドラはね、怪獣が暴れる娯楽映画だから見てられんのやで。せやねん、せやねんな。恋愛映画にキングギドラなんて絶対合わへんから。そやねん、そやねん、キングギドラちゃうがな。ほな、もうちょっとなんか言ってなかった？子供の頃なぜかみんな憧れたらしいね。キングギドラやないかい。キングギドラとメカゴジラとガイガンは憧れたんやから、あとジェットジャガーも憧れましたよ。キングギドラやそんなもん。わからへんねんだから。なんでわからへんのこれで。俺もキングギドラと思うてんけどな。そやろ、おかんが言うには日本書紀にも出てくるっていうね。ほなキングギドラちゃうやないかい。日本書紀にカタカナの怪物なんか出えへんのよ。せやね、キングギドラはね、金星からやってきた宇宙怪獣やね。せやね、せやね、日本書紀に出てくるのはヤマタノオロチや。せやね、せやね、ほなキングギドラちゃうがな。もうちょっとなんか言うてなかったか。鳴き声がピロピロっていう電子音らしいで。キングギドラやないか。あの電子音は生き物としてありえへんからね。あのピロピロがさらに半音高くなったら俺は動くよほんま。キングギドラや絶対。わからへんねん。でもなんでわからへんのこれで。俺もキングギドラと思うてんけどな。そうやっておかんが言うにはジャンルで言うたらグラビアアイドルやって言うね。ほらキングギドラちゃうやないか。ジャンル全くわからんけどグラビアアイドルだけではないねん。あれな、ビキニ姿のキングギドラなんで誰も興奮せんやろ。せやねん、せやねん、ほなキングギドラちゃうやないかい。ほなもうちょっとなんか言ってなかった？首と羽をどうやって動かしてるかわからんらしいねん。キングギドラやないかい。あの精密な動きはたくさんのスタッフさんの努力の賜物なんよ。そうやねん、そうやねん、あの動きこそ怪獣映画の醍醐味。キングギドラに決まりやそんなもん。でもわからへんねん。わからへんことない。おかんの好きな怪獣はキングギドラ。もうでもおかんが言うにはキングギドラではないっていうねん。ほなキングギドラちゃうやないかい。おかんがキングギドラではないと言うんやからキングギドラちゃうがな。そやねん、先言えよ。俺がピロピロ言うてるときをどう思っててお前。申し訳ないよ。だからほんまにわからへんがこれ。どうなってんねんもう。で、おとんが言うにはな、おとん？
アンギラスちゃうかっていうね。いや絶対ちゃうやろ。もうええわ。ありがとうございました。